お待たせいたしました。これよりルビービズグランプリ2022受賞企業スピーチを開始いたします。ルビービズグランプリはビジネスの領域においてプログラム言語 Ruby の特徴を生かして新たなサービスを創造し世界へ発信している企業、団体及び個人を対象としたグランプリで2015年よりスタートしてしました。昨日11月9日に同会場にて島根県では初めてとなります Ruby Biz グランプリ2022表彰式が開催され、9社の受賞企業のうち8社の皆様に Ruby World Conference 2022でスピーチをしていただきます。まずはじめにビジネスコネクション賞を受賞されましたウィー株式会社総大輔様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、すいません、ウィー株式会社と申します。よろしくお願いします。当初ですね、3分という尺だったのでちょっと攻めたスライドをですね、社内の人間と作っていきました。私どもの会社は、実は廃棄物業界という、ちょっと特殊な業界に向けた IT サービスをやってます。こちらに書いてあるように本当にIT が苦手な人たちがですね、現場で使える IT サービスということを標榜してやってるんですが、例えばどういうことが私どものカスタマーサポートで起きてるかっていうと、お客様から問い合わせが来てですね、電子契約なんで契約書を PDF にしたいっていうと、本当に紙に一旦印刷して PDF にしたりとかですね、あと場合によってはブラウザーという言葉が分からなくて、問い合わせを聞いて、どのブラウザーをお使いですかって聞くと、自信を持ってヤフーというふうにちょっと答えていただくようなですね、ことが1回ではなく、2回も3回も起きるというような状況でございます。でこのような廃棄物という特殊な現場で、どのように IT 電子契約を浸透させるかということで、サービスをローンチしてからですね、Ruby を活用して創業から7年になるんですけども、コツ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 お客様を積み上げてきました。で去年、非常に大きな波が来まして、やっぱりコロナが始まってからの1年目2年目3年目に突入していって、今行政も後押しして非常に文社の電子化っていうのを進めてます。で私どももリモートワークだとか災害廃棄物とかいろんなことがあって、今まで IT が弱かったお客様も本当に電子契約やりたいということで私どもにお問い合わせをいただくことになって、非常に追い風だなというふうに感じております。このようなサービスをしてですね、ぜひ今日先ほど MRuby の話とかも初めて私来てちょっと感動したんですけれども、今後は環境のクラウドサービスとしていろいろ IoT とかですね、廃棄物じゃなくて、脱炭素に向けた動きというのもチャレンジしていきたいなというふうに思っております。最後に今日カンファレンスに来られた方に、一言ということで、私はですね、ちょっとお客様の関係で明日まで、ここに残ってカンファレンスにも参加してます。お見かけしたらですね、営業していくのも営業されるのも話すのもですね好きなので、お気軽に環境ビジネスでこういうことできないかみたいな話があればぜひご一緒に、お話をさせてください。以上をもって挨拶を返させていただきます。ありがとうございました。総様ありがとうございました。はい、それでは続きまして、同じくビジネスコネクション賞を受賞されました株式会社プライムナンバー鈴木健太様、よろしくお願いいたします。この度ご紹介に預かりました株式会社プライムナンバーの鈴木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この度 Ruby Biz グランプリの、ビジネスコネクト賞を、いただきまして誠にありがとうございます。我々トロッコというプロダクトを開発しておりまして、そこをちょっと簡単にご説明だけちょっとさせていただければなと思います。データをもとに意思決定する企業さんって、かなり増えていて、もはや常識なのかなっていうところはあるかなと思っております。一方でこう企業にあるさまざまなデータをもとに意思決定を行うのは、
まあ、高品質なデータの分析基盤と呼ばれるものが必要になってきます。まあ、分析基盤を見ると、企業内のあらゆるデータが整理されて整頓されて、存在する、まあ、そんな状態が理想なわけですね。でその理想状態を作るのは、各社さんデータエンジニアと呼ばれる、エンジニアの方々がご活躍されております。で我々のトロッコというプロダクトはそのデータエンジニアの方を、支援するそんなプロダクトになっております。例えばですね、セールスフォースなどに、売上のデータがあったとして、それを、ビッグクエリー、スノーフレークなどの分析基盤に、データを入れる、まあ、それが、トロッコを使うことによって自動化することができます。まあ、そういった自動化データの投入だけではなく、まあデータエンジニアリングに関わるさまざまなこう技術スタックを提供して、データエンジニアの方々の頼れる右腕になる、まあ、そんなことをミッションに掲げて、プロダクトを展開しております。おかげさまで国内ではだいたいメガベンチャーさんはじめとして、まあ、200社ぐらいご導入いただいて、まあ、各社さんのデータエンジニアの方々にご活用いただいております。で、まあ、データエンジニアの方々の中には、まあ、トロッコはすごい分析基盤構築するならトロッコなしでは考えられないと言っていただけたりとか、まあ、なんかちょっと小恥ずかしいですけどなんか紙プロダクトみたいな感じで呼んでいただいてたりしております。で、まあ、ここまでプロダクトがこう成長することができたのを振り返るとやっぱり Ruby のおかげかなと思っております。まあ、Ruby の素早く手軽にこうリリースする開発するっていうことを、背景に、まあ、顧客の課題にこう向き合い続けて素早く、機能価値を提供するっていうことを繰り返してきたこと、まあ、それが今のトロッコに、至っているのかなと考えております。まあ、これも一人に皆様トロッ、Ruby コミュニティの方々のおかげと感謝しております。で実は最近目黒に駅前にオフィスを移転しまして、まあ、イベントスペースがすごい広く確保できるところになっているので、まあ、Ruby 系のイベントとかぜひ今後、会場スポンサーとか協賛とかやっていきたいなと考えて、貢献していきたいなと考えております。まあ、そうですね、最後にトロッコ、まあ、開発、まあ、Ruby Rails と、あと React とか、まあ、インフラ周りは Kubernetes 使って開発しておりますので、まあ、ぜひ少しでもご興味ある方は、まあ、副業からのスタートでも構いませんので、もしご興味あればお声掛けいただければなと思っております。はい、ちょっと長くなってすみませんが、この度は誠にありがとうございました。鈴木様でした。ありがとうございました。続きまして、同じくビジネスコネクション賞を受賞されましたリンカーズ株式会社磯日拓也様、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、リンカーズの磯日と申します。昨日今ご案内いただきましたように、弊社の LFB というサービスがビジネスコネクション賞をいただきました。で まあ、今回賞をいただいただけではなくて、こうしてこの場で皆様にお話しさせていただけることを大変光栄に思っております。でそれからですね、まあ、弊社のサービスをご利用いただいているお客様、弊社で頑張っている仲間たち、そして我々がビジネスを行う上で欠かせない Ruby に関わっている皆様にお礼を申し上げます。またですね、まあ、今回私個人は島根県に2回目になるんですけれども、今回この会場に来てみて、まあ、いろいろ皆さんのセッションを聞いている中でですね、まあ、島根県ですとか松江市っていう行政の方々のバックアップもあって成り立ってるんだなと強く感じました。本当にありがとうございます。またですね、個人的には地域コミュニティである渋谷ルビーにとても感謝をしています。私自身が業務でルビーに関わるようになった当時、コミュニティの存在そのものっていうのが支えになってくれていたっていうことを思い出しています。今日何度も他のセッションでもコミュニティの話があったかと思いますけれども、本当に感謝しております。で少しサービスについてお話しさせてください。今回賞をいただいた LFB はリンカーズ・フォー・バンク、リンカーズ・フォー・ビジネスを含むサービス名の総称です。で LFB はですね、2018年にローンチしまして、現在5年目となります。で当初地域金融機関にご利用いただき、順調に数を伸ばしてきました。11月現在はですね、31機関に導入いただいて、地域金融機関以外のお客様にもご利用いただいております。
後ろに映ってるかと思うんですけども、直近ではですね、島根県松江市に本店がある山陰合同銀行様に導入いただきました。ありがとうございます。地元の皆様にとっては合銀って言った方が分かりやすいのかもしれないですね。もともとですね、リンカーズはビジネスマッチングの支援を当社自らが行う会社でした。で、 LFB はお客様自身にビジネスマッチングを行っていただくシステムとなっております。で、これはリンカーズとしては初めてのチャレンジであり、試行錯誤の連続でした。ビジネスとしては下地があったものの、開発を進めていく中でさまざまな変化に対応できたのは Ruby のおかげだと思っています。松本さんの講演でもあったように、Ruby の楽しさっていう部分がですね、あるおかげでコミュニティやライブラリーが育っていて、そういったものに支えられた点が大きかったと思います。改めてありがとうございます。さて、ですね、最後にカンファレンスの参加者に向けてということで、先ほどまで学生の皆様がものすごくたくさんいらっしゃったかと思うんですけども、後で聞いていただけると信じて、学生さんですとか教職員の皆さんもぜひ Ruby を楽しみましょう。よく言われていることなんですけれども、Ruby は書き味だったりとか手触りがすごく素晴らしい言語だと思っています。で、他の言語を今後学ぶにせよ、将来、もしプログラム書く機会がなかったにせよですね、Ruby を通じて得た心地よさっていうものはきっと原体験として残ると思います。そして Ruby の良さを知るたくさんの人たち、今日こちらにいらっしゃるビジネスに関わっている方々もそうなんですけれども、そういった人たちがですね、 Ruby に貢献することで、Ruby を取り巻く会社や個人がよりハッピーになっていくことを期待しています。で、私たちリンカーズも微力ではありますが、テックブログを記事に書いておりますので、ぜひご覧ください。で、最後に改めて一緒に Ruby を楽しみましょう。そして Ruby に関わっている皆様にお礼申し上げます。以上でスピーチ終わります。ありがとうございます。磯木様、どうもありがとうございました。続きまして、同じくビジネスコネクション賞を受賞されました株式会社カーサ安藤雄介様、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。株式会社カーサ子会社のコンパス代表の安藤と申します。まずは、今回我々のプロダクトであるオーナーウェブにこのような素晴らしい賞をいただいたことを心より感謝いたします。スライドはありがとうございます。我々のオーナーウェブはですね、不動産業界のサービス、それもその中でも不動産を実際に所有している賃貸オーナーがご自身で物件を管理するためのウェブサービスとなっております。不動産の管理といってもですね、やはりいろんなとこ部分がございまして、ご自身だけではなかなかできない家賃の管理であったりとか、入居者の対応、物件の維持メンテナンスと業務の方多岐にわたりますので、それらをつなげていろんな業者様と連携できるためのプラットフォームとして、このオーナーウェブを現在開発している形になります。で、不動産業界というとですね、皆様そんなに普段おなじみないかなというふうにちょっと勝手に思っておるんですけれども、どのようなイメージをお持ちかなとちょっと想像しております。レガシーであったりとか、対面業務、紙のところが多いんじゃないかなと思ってらっしゃったりするのかなと思うんですけれども、全くもってその通りでございまして、私も不動産業界そんなに長くいたわけではなく、入ってきた時はですね、ファックスというのがメインのやり取りになっているというのを聞いて、すごいカルチャーショックを受けたのを今でも覚えております。そういう業界で不動産のオーナー様、やはりご高齢の方も多くてですね、なかなかIT の馴染みしづらいんじゃないかというふうに私も思っていた部分はあるんですけれども、実際にですね、今サービスを進めていくとかなり適用してくださるというか、ご利用いただいているのが事実としてございます。実際我々のプロダクトを使うためにスマートフォンであったりとか PC を購入しましたというような方もいらっしゃいまして、やはり不動産のオーナー様、ご自身でリスクを取られるような方であるだけあって、良いものとして提供すると、新しいものとして受け入れて使ってくださるんだなというのをすごく感じています。そういう形でですね、プロダクトの改善をしてこうやって提供できている根源というのは、やはりこの Ruby という言語にあるなと思っておりまして、早くプロダクトを提供して、そのフィードバックを受けて早く改善していくと、こういうサイクルが今実現できているからこそ、受け入れられるプロダクトとして今不動産オーナー様に使っていただけているんだなと、そのように日々実感している次第です。
冒頭述べましたようにまだまだオーナーウェブ作りかけの途上にあるシステムでございまして、これから建物の管理であったりとか入居者様との対応管理であったりとか、さまざまな機能を追加していく予定となっております。この過程でもですね、やはりこの Ruby の速度感、必ず重要な我々の成長の重要な要素になってくると確信しておりますので、今後ともこのコミュニティのところに我々も還元できるものを還元していければなと思います。改めましてこの度はこのような素晴らしい賞をありがとうございました。それでは私のスピーチ以上とさせていただきます。ありがとうございます。安藤様ありがとうございました。続きまして特別賞を受賞されました株式会社ジョリーグッド山下和彦様、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。株式会社ジョリーグッドの山下と申します。ですね、簡単に弊社の紹介をさせていただきますと、まあ、弊社がですね、VR ですとかその AI のソリューションを開発している、会社となっておりまして、まあ、当初その、まあ、エンタメ、領域のところからですね、まあ、事業を展開していたんですけれども、まあ、2018年、2019年ほどですかね、その頃からですね、その医療教育、関連 の, その VR のソリューションというところをですね、展開、させていただいております。でまあ、本当にその2018年19年頃からですね、まあ、医療教育に、まあ、事業を展開している中の一環でですね、まあ、昨年ですかね、まあ、ジョリーグッドプラスと呼ばれる、まあ、医療教育向けの、その VR プラットフォームというものを開発提供させていただいております。で、まあ、このプラットフォームなんですけれども、まあ、医療 VR をですね、まあまあ、コンテンツ見放題なものになっておりまして、まあまあ、さまざまそのチーム、さまざまその医療というところ の, その課題を解決するためのソリューションでございます。まあ、ちょっと例を挙げさせていただきますと、やはりその、まあ、症例数が少ない、まあ、手術とか、そういったものをですね、まあ、このプラットフォームソリューションを活用することで、まあ、学習できたりですとか、まあ、最近そのチーム医療みたいなところも問われておりますので、まあ、そのチーム医療みたいなところもですね、まあ、このサービスを活用することで、まあ、学習することができるものになっております。はい。で、まあ、アプリケーションの構成みたいなところで言いますと、まあ、本当に VR の, そのゴーグル の, そのアプリケーションというところと、あとまあコンテンツを管理するまあサーバーサイドのシステムがあるんですけれども、まあそのサーバーサイドのシステムはですね、Ruby、まあ、Rails を活用させていただいております。で、まあ、弊社のこの事業のスピードみたいなところで言いますと、まあ、本当にかなり早いサイクルで、まあ事業展開をさせていただいておりますので、その Ruby の、まあ、あれですかね、まあ、その弊社 の, その事業スピードと、まあ、Ruby の, その開発の生産性がまあ向上できるようなその仕組みみたいなところがまあかなり相性マッチしているというところで、まあお世話になっているという形になります。はい。で、まあ、今後ですね、まあ国内以外にもですね、その海外に展開していければと思っておりますので、まあ、エンジニアみたいなところはですね、絶賛採用中ではございますので、まあ、もちろんその Ruby に興味のある方もそうですし、まあまあ、Ruby の技術を活用して、まあ、医療教育というところをですね、まあ、取り組んでいきたい、そのチャレンジしていきたいという方をですね、募集しておりますので、よろしくお願いいたします。この度このような賞をいただきまして誠にありがとうございます。以上となります。山下様どうもありがとうございました。続きまして、同じく特別賞を受賞されましたユニファ株式会社赤沼博明様、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ユニファで CTO をしております赤沼と申します。この度は弊社のですね、保育施設向け ICT サービスであるルクミーが特別賞をいただけたということで、大変嬉しく思っております。改めて松本さんや選考に関わっていただいた方々にはお礼を申し上げたく思っております。ありがとうございます。ではですね、弊社とルクミについて簡単にご紹介をさせていただきます。まず弊社はですね、もともと代表の世界中の家族コミュニケーションを豊かにしていきたいという思いでスタートしておりまして、家族の幸せを生み出す新しい社会インフラを世界中で作り出すというパーパスを掲げて活動をしております。で、足元ではですね、主に保育施設向けのサービスを展開しておりまして、14個のプロダクト群からなるルクミーというサービスを提供しております。
プロダクトの例としましては、保育施設からご家庭向けの写真の販売をすべてオンラインで完結できるようにしたルクミフォトであったり、センサーデバイスを用いた IoT のプロダクトとして、保育士の方によるお昼寝中のチェック業務をサポートするルクミ5世チェックであったりとか、あとは従来は紙のノートを使ってお子さんの健康情報についてやり取りをされていた連絡帳をアプリにすることで、よりお子さんの様子を分かりやすくするルクミ連絡帳、またそれらのプロダクトを連携しまして、保育士の方が頻繁に参照する情報を集約して一元化することで効率化するというルクミクラスボードなどのプロダクトを提供しております。で、実績としましては、サービスの累計導入数としまして1万5000件を超えておりまして、全国60カ所の自治体にも導入をしていただけているという状況になっております。で、世の中の流れとしてもですね、共働きの世帯が増えたりですとか、あと女性の就業率が高まっているという中で、保育施設を使われる方も年々増えてきているんですけれども、その一方で、保育士の方は常に不足をしているという状況ですので、こうした中でですね、保育における社会課題を解決していくべくですね、我々としてはスマート保育園構想というものを掲げまして、ルクミによって保育士の方がより本質的な保育の業務に注力していただくことで、全体的に保育の質を上げていくような、そういったサポートになるようなプロダクトを提供していきたいというふうに考えております。あとシステムの面においては、いわゆるマイクロサービス的な構成になっておりまして、各プロダクトのバックエンドそれぞれ構成しているんですけども、大半がですね Ruby on Rails のアプリケーションということになっておりまして、かなり多数の Rails のアプリを活用した形になっています。また一部では AWS Lambda のファンクションにおいても Ruby で書いているといったような形でして、このようにですね、Ruby は我々の事業にかなり大きな力を与えてくれているというところで、Ruby がなくしてはですね、我々の事業を推進できないという形になっているんですけども、これもですね、松本さんや Ruby Rails のコミッターの方々、またコミュニティのですね、方々のおかげによるものというふうに思っておりますので、改めて感謝したく思っております。で、我々ですね、今後も、Ruby とともにですね、ルクミをより良い事業としていくべく前進をしていきたいなと思ってるんですけども、そのためにもですね、Rubyist の方、我々も絶賛募集中という形になっておりますので、Ruby でですね、その社会課題の解決に貢献していきたいという方であったりとか、もしくはなんとなく興味があるという方とかですね、あとは採用のイベントとかを一緒にやっていただけるというようなですね、企業の方とか、もしくは何でもいいんですけども、ぜひですね、お気軽にお声掛けいただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。私からは以上となります。どうもありがとうございます。赤沼様、どうもありがとうございました。続きまして、同じく特別賞を受賞されました株式会社マネーフォワード、市川智樹様、よろしくお願いいたします。はい。株式会社マネーフォワードの市川と申します。昨日の Ruby Biz グランプリにおいて特別賞を受賞いたしましたマネーフォワードペイフォービジネスについて、紹介させていただきます。マネーフォワードペイフォービジネスは、フィンテック、SaaS 基盤を活用したフィンテックキャッシュレスサービスとなっております。現在、決済手段としては、マネーフォワードビジネスカードというプリペイドカードを提供しております。マネーフォワード、ビジネスカードは、弊社が提供しておりますマネーフォワードクラウド会計やクラウド経費と連携することで、決済してすぐにクラウド会計、クラウド経費に明細が反映され、経費精算であったり仕分けの基調が迅速化できるという特徴を持っております。またカード枚数もですね、原則何枚でも発行することが可能ですので、目的別であったり従業員別であったりというところで発行いただくことができます。また決済金額に応じてですね、ポイントが 1% から 3% の還元も行っているなどの特徴もございます。そうですね、あとは、後払い、プリペイドカードサービスといったものの、後払い機能も提供しております。弊社が、持っておりますコア技術であるアカウントアグリゲーション基盤であったり、クラウド会計の会計データを用いることで、弊社独自の予診エンジンを実装しておりまして、それにより予診を提供しておるという形になっております。はい。で、これからもですね、キャッシュレスの推進であったり、さらなるバックオフィス業務の、効率化というところを目指していきたいなと考えておりまして、マネーフォワードペイフォービジネスだけではなく、マネーフォワードクラウドシリーズ全体を進化させていきたいなというふうに思っております。ただ、そんな進化を行うためには、Ruby をはじめとしたテクノロジーの力が必要となるわけですが、現在マネーフォワードではテクノロジーの組織の強化のためにですね、
エンジニア組織の公用語を英語化することを2024年度までに目指すというところを行っております。で、今私も会社の支援のもとですね、英語化に取り組むためにセミパーソナルレッスンであったり英語化の研修を受けておるところでございます。はい。で、マネーフォワードのエンジニアの中で、昨年の11月時点で、ノンジャパニーズ、日本籍ではない外国籍のエンジニアが現在3割を超えているところでございまして、これからもですね、増えていくはずでございます。で、英語化を行うことで、世界中から優秀なエンジニア人材であったりを集めて、プロダクトをさらに成長させることを目指しております。ですね、もし英語で働くことに、ご興味のある方々だったりとか、もちろん弊社 Ruby、Rails などを活用している会社でございますので、そういったところで興味ある方は、ぜひ、ご連絡いただけると幸いです。ありがとうございました。市川様どうもありがとうございました。続きまして、グランプリを受賞されました株式会社シッピオ関口良一様、よろしくお願いいたします。こんにちは、株式会社シッピオから来ました関口です。シニアバックエンドエンジニアとしてシッピオで働いています。この度は素晴らしい賞をいただき本当にありがとうございました。昨日の発表会はですね、YouTube で配信されていたんですけど、東京の浜松町のオフィスから会社のメンバーが大勢応援してくれてまして、大賞に決まった時はすごく喜んでくれたので、本当に、私のどもとしては、嬉しい賞をいただいたと思っております。シッピオはですね、理想の、国際物流を理想の形で実装するというミッションで、日々、業務を行っているんですが、日本初のデジタルフォワーダーとして、クラウドサービスを提供しておりまして、それだけではなく、物流の実オペレーションも、提供しております。実はこの、物流の実オペレーションを持っているというものが実は非常に重要だと私は思っておりまして、心当たりがある方はもういるかもしれないんですが、 B2B を、でサービスを提供しているととてもドッグフーディングがしにくいと思うんですね。その点シッピオは、実際に自分たちがユーザーとなってサービスを改善して問題点を把握して情報を整理してプロダクトを良くするというループを回せているので、これは B2B を取ってみても、とても珍しい経験ができる会社なのではないかなと思っております。あと、現在シッピオは非常に面白いフェーズにいる会社でして、先日9月にですね、シリーズ B の資金調達 16.5 億円をさせていただきました。それに伴って、エンジニア組織も、いろんなメンバー、さまざまなメンバーの採用も強化中なのですが、昨日、私が表彰式でスピーチさせていただきましたけど、シッピオの独特な文化として、多様性というものがありまして、さまざまなバックグラウンド、もちろんその日本国内でいろんな経験をしてきた人材が集まっていて、かつ貿易のスペシャリストもいたりして、でプロダクトチームにはですね、国際色豊かなメンバーがおりまして、で私もプロダクトチームの一員として日々彼らと英語を使いながら、プロダクト開発を行っております。もしこのような環境に興味がある方はですね、ぜひバンバン応募していただいて、いろんなお話をさせていただけたらなと思います。最後にですね、この度はそうそうたる企業様の中からシッピオを対象に選んでいただきありがとうございました。関口様ありがとうございました。以上をもちまして、ルビービズグランプリ2022受賞企業スピーチを終了いたします。ルビービズグランプリ2022受賞企業の皆様、ますますのご活躍を期待しております。ありがとうございました。